はなんと、なんと島根県に来たよ。はい、ということで今日はですね、47都道府県巡る旅 in、はい、島根県。島根。ねえねえ、知ってる？何？島根ってね、島から根っこが生えたから島根って翔くんが言ってたよ。俺じゃない。それじゃあ毛利さんだよ。違うんだよ。多分ね、うん、嘘だよ。あ、嘘なの？嘘だ。あの人たちが言うこと8割嘘な気がする。嘘つき。ということで、はい、今日は、リバティさんが、主催するリバティカップに、うん、出場します。ありがとうございます。でね、そのリバティカップ、なんと今回優勝経費10万円。すごいね。俺たちもやりたいね。確かに。10万円、開きます。開きます。100万円の大会。リバティさんが10万いくなら100万いかないとダメだよね。確かに。じゃあ100万円で。なんなのこの手。そう、1回で100万円だったらあれじゃん。うんうんうん。そう、だからヘルニア国物語杯の、地区予選を勝ち抜いた人が全国大会に出て、全国大会優勝した人が100万円獲得大会。俺ら勝っちゃったらどうする？うちはもう100万円もらうんだ。経費に戻るだけ。経費違うよ。経費削減だよ。違うよ。何？評価のお小遣いだよ。なんでやねん。そしたら50万で2人で半分でお小遣い。なんでだ。森さんと加藤さんどうする？じゃあ 4分割にしよう。ここ4人。あ、そうだ、うん、そうしようか。それでいい、うん、何言ってんだよお前ら。1人25万円。じゃあ俺たちが勝ったら100万円で、うん、みんなで旅行行こう、うん、あの裸足小僧の2人も誘ってね。いや、行こう行こう、うん、ということで、頑張りましょう。頑張ろう。Yeah!
キソランドは僕らのリーダーなんだ。よし、ひげ取った今さら。ひげ取ったじゃん。ひげ取ったよ、別人だよ。待って、わかる、覚えてない。ねえ、昨日も覚えてない。せーの、えいよー。もっと私を見て。これが乙女ゴケやねんけど、乙女ゴケ。
もぎとったよ。もっとすごいことになるよ。もっとすごい。ルベルチャレンジっていうので、皆さんに、挑戦してもらって、指定の線に一番、ボールを近くに止めた人が方に、ルベルの T シャツをプレゼントします。はい、で最初、男子から挑戦してもらいます。なので、男性の方まずは、ボールを持って下に集合してください。上に何か乗ってるみたいなので気をつけてください。上に乗った人があるみたいです。ボールそっちに飛びます。よーい、スタート。おお、絶対、あ、あれ惜しい。うわ、怖え。全然乗らないね。いきますよ。いきます。よーい、スタート。おお、マジ。おお、女子の部は転がす方式でいきます。じゃあ青の線から、向こうにも青の線があります。あそこの線に一番近かった女子の方にプレゼントします。よーい、スタート。跳ね返りも OK です。跳ね返りも。すごい。あ、でもあっちもいい。あ、あっちもいい。あ、でもこれ。うわ、ここいない。こことあの緑の、これとあの緑の、あのユーカ選手のこの二人です。おめでとうございます。近いね。すごいね。ね、ありがとうございます。ということで、お二人後で、受付の方に来てください。はい、はい、おめでとうございます。参加してくれた皆様ありがとうございます。